今日は何を紹介していくのかな。なんだなんだそれは。ゴーガンバライジングバーストライズファンブックって書いてあるね、うん、ちょっと見せてくれる。今日は仮面ライダーバトルガンバライジングバーストライズファンブックについている付録を紹介していきたいと思います。このバーストライズファンブックの中にはすごいね付録がいっぱいついてるんで、ちょっと見ていきたいと思います。はい。どんなのが入ってるのかな。ハル君が大好きなものが入ってるよね、うん、何が入ってるのか出していきましょう。もうね表紙にも書いてあると思うんですけど、なんとね、はい、すごい。それじゃあねハル君、うん、早速付録開けていってみようか。いい？いいよ。あ、すごい4枚も入ってるカード。あ、そうだ、ゲーターカードが入ってるんだ。はい、それでは付録を見ていきましょう。まず最初に入ってるのがガンバライダーカードが入ってました。これはねデータセーブ対応のゲームのデータをセーブするためのカードになります。多分ねこれはね50回分だと思います。そして2枚目が何より嬉しいのがこのね仮面ライダーバルカのシューティングウルフが入ってました。そして次が仮面ライダーゼロワンライジングホッパーですね。キラキラですね。そしてさらに仮面ライダーバルキリーラッシングチーターが入ってます。はい、この3枚のねフルセットがまず入ってました。裏面はすべてバーストモードになってます。かっこいい。この3枚は良かったね、ハルくん。ハル。はい、次はこれだ。はい、さらに嬉しいのがこちらね、仮面ライダーぶっ飛ばソウルメダルのエナジーアイテムクロニクルになります。ディケードですね。ディケードネオです。エナジーアイテムを持ってるとね、クジガシャポンが結構ね、面白く遊べるアイテムの一つです。いいよねこれ、エナジーアイテムはほんといい。はい、そしてさらに最後がこのね特大ポスターがついてます。はい、こんな感じのねパラレル激レアナンバーワンポスターが入ってました。特大ポスターになります。もうね皆さんはパラレルカードを手に入れたでしょうか。ハル君はまだ手に入れてないんですけど、ぜひともね1枚はパラレルカードがね欲しいですよね。できれば仮面ライダーゼロワンのライジングホッパーのパラレルカードが欲しいかなと思います。そして裏はね仮面ライダーゼロワンにね登場する人物が写っております。ということでねこちらのね特大ポスターも入ってました。そしてねこの本中身は見せれないんですけど、なんとねバーストライズ第1弾の全カードリストが入ってて、詳しくねいろんなカードの説明が書かれているので、持ってないカードでもね見てるだけでも結構楽しいです。あ、このカード欲しいなみたいな感じですよね。すっごい。はい、ということで今回はバーストライズファンブックを買ってきて付録の中身をね紹介しました。ぜひね皆さんもねこれを機会に始めてみてはどうでしょうか。それでは皆さんまた見てくださいね。バイバーイ。チャンネル登録はこちらからしてね。